わかるかな、あ、本当だ、書いてる書いてる。そう。我々は知ってますね、どんな形だけだから。はい。でもこれは結構頑張ってる。頑張ってたのよ。これはね、すごい。これ、ナチュラルでしょ？あ、なんか、本当だ。進化してる眉毛。そう。なんか、元から生えてるような眉毛っていうのを、うん、ちょっと描けるようになったんで。上手。上手ですね。成長。そう、それがやっぱり一番変わったところで。じゃあ、キミラさん、おすすめの一品とかあるの？おすすめは、そうですね。あの、なんか、提供みたいになっちゃってるけど、私のおすすめの、これ、あるんですけど、あ、YouTuber っぽい。こちら、Excel のスキニーリッチライナー。まあ、多分ね、そんなに、ね、見えないと思う。あとで、なんか インスタとかで紹介してあげるかも。あ、確かに。本当に細くて、なんか茶色い髪も黒髪も、なんか合うような色なんですよ。しかもこれ眉毛用じゃないの？アイライン用っていうのが、ここちゃんと。そうだよね。眉毛だと結構落ちちゃうんですよね。うん、で、アイラインって結構、なんか水分の近く。水分の近くっていうか、で、引くから、なんか落ちないようにできてるから、なんかここにあると全然落ちないんですよね。アイライナーも落ちないよね。そう、落ちない。で、これ、落ちにくいタイプのね、アイライナーだからね。そう。だからちょっと、ほんと、おすすめです。描きやすいし。っていうか、